こんにちは、ベムです。今日はですね、この前インスタの方でほぼほぼネタ切れとなった私に対して、なんかやってほしいな的な、このドラマ見てくれよみたいな、なんかありますかっていう質問をストーリーの方で上げさせていただいたんですが、その時に皆様お答えいただいたんです。ありがとうございます、答えてくれた人。それで何気に多くあったのを今日やっていこうと思うんですけど、それは何かって、タイドラマあるあるパート2です。そうね、前回タイドラマあるあるをあげたんだけど、その時に普通に全部言い切れなかったのね。で、今度あげれたらいいなっていう話だったのが、まあ何ヶ月か経って今このタイミングであるあるを言いたいなって思っておりまして、早速言っていってもいいですか。で、今回さ、いつもだったらこうタイあるある何かあるっていう風に質問するんだけど、じゃなくて普通に前回言えなかった漏れたやつを言っていくぞ。みんなかなりナルシスト、たまに吹いちゃう。これさ、私思うんだけど、セルカでいい例だなって思ってて。セルカ？自撮り？よくさ、タイの子たちさ、自撮りあげるじゃない。なんかもうこういう感じで写真撮るじゃない、わかる？こういう感じでさ、このラプンツェル見たことある人わかるかな、ユージーンのさ、女の子を落とす時みたいな顔と、いもうなんか写真の撮り方がね、まあたどりでもなんだけど、結構こうみたいな撮ってるから、わだるし要素あるなって思う。細かい作りが雑。これね、私ねずっと思ってることあるんだけど、ヒドアジェンダーのさ、旅行に行く前なんだけど、3話の後半、一緒に旅行についてっていいかみたいな時あったじゃない。それで来たければついてこいみたいな感じになってから、このハグ、この時にダンクの手は下に行ってるでしょ。で、下に行ってる状態で、この腕も共に抱えるようにジュンジュンがハグしてるじゃない。なんだけど、次のカットでほら、順段の間に手があるの、わかる？順段の手に間にっていうか、このほんとこの感じね、この手が下に行ってたくせに、次のカットではこうなってるみたいな。だから2回3回何回かテイク撮ってんだなっていう風にわかるわけ。見てっからマジで私。なんかそういうとこなんか雑というかなーって思うの。だって他で言ったら、例えばこう最初はめっちゃこう髪の毛こうなってたのに、次のカットでこうめっちゃ整ってるみたいな、あ、撮り直してんだなっていうのが、私はそれ見て雑、適当だなって思った。え、次、大体工学部。いや、それな。最近出てきたドラマとかって意外と増えてきたんだけど、今までのドラマに出てくる大学生どもはほとんどみんな工学部で、工学部っていう名前のドラマがあるぐらい工学部なの。だからソータスでさえ赤いから、あれ一見工学部なんじゃないんじゃないんじゃん？ん？工学部じゃないんじゃないのとか思わせといて、意外とあれも工学部なの。何なんだろうね。どういう、あれなんだろうね。いや、てかさ、普通にさ、大学生多すぎな。モデルというか、大体大学生だもんね。みんな。だし、工学部だしっていう感じ。やれやれな感じで首振りすぎ。私これ最近さ、思ったの。あんまり気に留めてなくて、なんかドラマ見てて本編で。って思って、この前、そのリアクション動画撮ってるじゃない。ラブエアの。で、フォト君がさ、もう首振ってて、あ、こういうことかと思って、意外とこのドラマ以外にも焦点当ててたら、みんな結構首振ってて、あ、なんぜと思って、お前の首振りに需要はみたいないや、そんなことはないんだけど、そんなひどいことは思ってないんだけど、まあ結構みんな首振ってて、あ、おもろいなって思った。次、髪の毛を4対6で分けがち。確かに。でもこれに関してはあれだよね、何気韓国 K-POP ウォーター多いから、そこで影響されてんのか、スタイリストさんも韓国アイドル好きって人も多いだろうから、そこでこの子に韓国アイドルっぽい髪型にしちゃおうっていう魂胆で、それが増えて4、6が多いんだろうなとか思っちゃうんだよね。なんかこういうことでしょ、こういうここな、わかんねえな、ちょ、むずいな。こういう旦那嫁のこと見すぎ、それな。え、マジで愛おしそうな目で見るよね。確かもうなんかこう、うんうんっていう感じで聞くんじゃなくて、もうこう本当にもう大好き大好き大好きっていうオーラ。え、なんかなんならチューしたそうな顔で見てんの、もう本当に
やばいよね、タイの俳優って。怖いんだけど。タイ俳優の方々、調べれば調べるほど思った以上にいろんな人とカップしてる固定少ない。あ、確かにそうかもね。てか今となったら結構固定でカップ営業してる人多いけど、あ、でもどうだろう、ガウィン君とかさ、意外と固定じゃないよね、あそこね。まあ例外はいますが、それは固定してない人もいますが、結構前の作品とか見てたりすると、え、ここでここ付き合ってたのとか思うんだよね。だからセオラブとか見てるとさ、なんかガンちゃんのこと好きなさ、アースパイセンとかいたり、それこそだってジュンくん、ジュンダーのジュンくんとかさ、前ほらツームーンズかなやつでナインくんとカップしてたりしてたじゃない、してんじゃない、なんか十何位、私そこのカップル存じ上げないからジュンダーがいいなって思うんだけど、まあそれ置いといて、まあ意外と調べてったらこことここ付き合ってたんだなっていうのがあるね。次、体調崩した時タオルで顔体拭かれがち。え、マジであれ何の意味あんだろうねっていうレベルなんだけど、どう、こう風邪をひいてさ、もう動けないからってシャワーできないからってこうね、オケを持ってきてさ、タオル絞ってこうやって拭くの、こう腕を、しかもその腕を大事そうにこう持って、こう手の甲をこうひたすら拭くの、意味ねえから手の甲だったら別にとか思うんですよね。なんだけどたまにあのこう服をこうガッてめくってここに手を突っ込んでふきふきするやつとかいるじゃん。あれは、おお、とはなる。次、ブラックピンクのライブストーリー、めっちゃ投稿する。確かに確かに。あれよね、ブラックピンクに限った話ではないんだけど、何気に、さっきも言ったんだけど、K-POP オータが多いから、スキズのライブ行きました、NCT 行きましたってやつら、めっちゃ見かけるよね。タイでライブがあるごとに、絶対誰かが行って、なんかペンライトと自分を映してあげてたりする。で、ゆえに、過去が、私の過去が、その K-POP オタだったために、謎の親近感に陥る。攻めの手の血管が良すぎて話が入ってこない。攻めってさ、めっちゃ鍛えてる分さ、こうやってる分、血管がすごいのよね。細部の手の差、見ました。やばいっすよ。そのさ、手の血管で一番衝撃を受けた回というか、ターンタイプを最初に見てた時に、タイプが体調崩しちゃって、でこう看病するシーンがあったじゃないですか。その時にもうミュウ君の血管がやばすぎて切れてしまうんじゃないか、ちょっとこうやったらプシャーって血が出てきてしまうじゃないかなって思ってたんです。実際どうなんでしょうね、あの筋肉っていうか、あの浮き出た血管をちょっぴってったらブワって血が、あーグロ。同じベッドで寝ること、プラベとかでも順番と死ぬで、私が知ってる限りはとりあえず確定というか絶対一緒に寝てるのが順番ジヌヌモス版。ああ、とほらアスミックとかね、まあ結構みんな一緒に寝とる。こうドラマで寝てるのはもう当たり前というか、そういうシナリオがあるから寝るのはわかるんですけど、そのプライベートで普通に同じベッドで寝よるでしょ。タッパのあるガタイのある男たちが同じベッドで寝よるんです。でインスタライブとか始めた際にはもうなんぜってか、もう普通なんだよね。一緒にいるのは普通で、一緒に寝るのは普通、なぜか本当に付き合ってるからとか言っちゃうんすよ。やっぱ一オタクなもんなんで、ガチで付き合ってるってそう思いたい。ってかそうだから、その夜何してるのかは皆様のご想像の通りと言いますか。ヤードム常備してがち。え、どこにでもヤードム出すよね。私マックスナットが衝撃だったの、あのドラマで。こうもう普通にさ、こう画角がガッてここに来てさと思ったらみたいなやってんの、怖いよね。あそこまで来ると薬中みたいじゃん。あんまり変わんないか。いやでも怖いよね。そのさ、あの鼻が詰まってるとか、なんかその病気的な何もない時にヤードムするのは良くねえよって、なんかどっかで見たよ。ちなみにおほほ、プライベートでもいちゃつきがち。それ普通にプライベートで遊園地へ行く人いますからね。ね、あー怖いわ本当に。急にインスタライブ始めたかと思ったら遊園地にいるやつとか、急にインスタライブ始めたと思ったらプレゼント開封していちゃついてるやつとか見せつけられてます。最高です。次、最後にしよっかな。沼初期の方に見たドラマを見返してると、この人も出てたのってなりがち。アンティルウィミットアゲインなど。わかる、これ超わかんの。さっきもちょっと言ったかもなんだけど、
けど、ここカップやってたんだ的なあれでもちょっと言ったんだけど、ラブマイチャンスで同じ現象が起きてて、それこそさっきも出たんだけど、アースくんがいるんだと思って、アースくんここにいるんだと思って、とかあのわびさびのメンツとか、めっちゃいるじゃんこの作品に、他方たたたた他社他事務所の方々がめっちゃ勢揃いしてんだなと思って。だから今でもたまに昔のっていうか前のやつ見てたりすると、うわーってなる。ソータスでも、この時はめっちゃモブだったけど、今だと全然主役やっているよっていう人もいるし、だから面白いよね。で、あの日まではさ、あの時はさ、なんと思わずにただ主役だけ二人を見てさ、あー、あーもう宇宙したみたいな感じで思ってたのが、今となったらこいついるんだっていう風にさ思えちゃう世界、ある意味うちら小株じゃんみたいな風に思ったりするの超おもろいよね。そんな感じで何個言ったかちょっと覚えてないんだけど、皆様、この前募集、この前とかもだいぶ前だけど募集したあるあるでした。だいぶ言ったけどなんかまだまだあるあるとかありそうだから、またなんかネタができたら、そのわこれまたあったわみたいなあるあるのあれができたら第3弾言っていこうかなとか思ったりしてます。それではですね、皆様ここまでご視聴いただいてありがとうございます。こちらのチャンネル登録してくださればまたすぐになんか次の動画が見られるかなと思ってます。じゃあバイバーイ。